はいどうも映画の伝令です <laughs> ミシコでカンスようそろ今日一月三日、えー、箱根駅でねやっててで小間台があ逆転ブイしましたが、えー、で見ててねなんとなくこの映画を見たくなりましたまあ全然関係ないですけどねということで二千二十一年映画鑑賞一千本チャレンジ四、えー、本目はまあこちらはね昨年の話題作ですね。 えー、1917を1月3日あ午後5時42分に見終わりましたので、えー、簡単に座、えー、談をしていこうと思います、えー、でこちらの作品ね、えー、第一次世界大戦のイギリス軍とおドイツ軍が戦っている中ドイツ軍のお罠で前線のおイギリスの大隊がピンチになっているで、えー、通信手段もないので、えー、二人の若い兵士が前線のお指揮官に年齢、えー、を届けるお任務に作っていう、ね、でそして、えー、ドイツ軍の包囲も回いくぐりながら 前線に向かううっていうう、まあ、こちらはねサム・メンデス監督が自身のおじいちゃんの体験話をもとにして作ったお話さんなんですが、まあ、これをね映画の始めから終わりまで、えー、一つに繋がった、まあ、全部ワンカットで見せてっていうかね売りの作品なんですが、まあ、ちょうどね真ん中あたり日中と夜のシーンが切り替わってるところは あれはカット変わってんじゃないっと思いましたけどもまあギリセーフなんですかねうんでもあとはねもう見事と言うしかないですねうんまあ完成した後にねえー、漫画とつながっててもうスタッフがね イエーイってね、喜び合ってる姿が目に浮かびますね。でも本当はワンカットで撮ってないんですよね。ワンカットで撮ってるように見せてるんですが、これはね、本当、撮影と編集の仕事は素晴らしいですね。特にね、撮影のロジャー・デイケンスは本作でアカデミー賞作品賞をね、撮影賞をね、取りましたからね。 トルーグリッドやね、えー、ブレザーナ、ニーゼル四九をね、えー、撮った素晴らしいね、キャメラなんですからね、えー。で、戦争映画なんですが、ああ、本当素晴らしい映像でしたね。まあ、ワンカットによって。えー 緊張感はね、末に続く感じで、観客も、この主人公二人に同行する戦場カメラマンのような体験もさせてくれてよかったですし、あと、このね、暗闇と炎のね、コントラストも見事でしたね。で、最後に登場する大佐役のサプライズも含めて大変素晴らしかったですね。えと、ー、いうようなところで、これまでにしていきましょうか。では、また